はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、まあ現状ですよ。現状なんですけど、ちょっと、まあ僕の主観的なとこなんですけど、期待外れというか、まあ期待にあまり応えられてないなっていう巨人の選手をちょっと見ていきたいなっていうふうに思います。ちょっとこれは、なんかディスってるというか、なんかちょっと気持ちのいい企画ではないかもしれないけど、ちょっとね、まだ現状なんでね、まあシーズンの途中なんで、全然こっから巻き返しはあると思うので、そういったところでちょっとそういうね意味合いも込めて今日こういう企画を取らせていただきます。はい、野手2人とピッチャー3人いまして、まあ僕の選出のその基準はですね、やはり期待値が高い選手、期待値が高いけども現状その期待値に応えられてない選手っていうところをピックアップしました。逆にあまり、そこまで期待は高くないけど活躍できてないっていう選手は、まあはっきり言うけど、まあ仕方ないよねっていうところはちょっとあるかなっていうふうに思うので、そういったところでその期待が高いけどもそれに応えられてないっていう選手の方が、まあ責任は重いかなっていうふうに思って、今日ね野手2人、投手3人をね、ピックアップしてきました。まずじゃあ、ね、野手からいきたいんですけど、まあおそらくですけども、もう皆さんもね同じ意見だと思うんです、正直言うと。でその2人なんですけど、まず1人目が坂本選手ね。はい、やっぱり不甲斐ないよね、今現状見てると。やはりジャイアンツってもともと3名レギュラー言われてて、坂本選手と岡本選手と、まあ、門脇選手、この3名ねレギュラーって言われてたにもかかわらず、まあ、岡本選手はまあずっとフルイニングで出てますけども、やはり坂本選手ね今2軍にいますし、そういったところでやはりまあ不調でね、まあ年のこともあるかもしれないけども、やっぱり僕まだまだ老け込む年ではないと思ってるし、絶対できると思ってるんで、そういった意味で不甲斐ないなっていうふうに正直思ってます。まだ挽回できると思います、全然ね。で、成績見ていきたいんですけど、2割3分4厘打率ね、で18打点4ホームラン OPS590 得点圏1割7分9厘、これじゃあかんやろ坂本さんよ、これじゃダメやろ。やっぱり坂本勇人っていうのはスターだし、僕はね絶対に、まあそういう気持ちのファこと、気持ちの人いると思うんだけど、いくら調子悪くなったって怪我したって絶対帰ってくるっていう、なんかある種のちょっとヒーローみたいな、なんかもう坂本って絶対不死鳥のごとく戻ってくるよねみたいなところってジャイアンツファンにはあると思うんですよ。実際僕もそういう風に思ってるし、最短の10日でまあおそらく帰ってこないんじゃないかなっていう風に僕は思ってるんだけど、でもやっぱり帰ってきた時は絶対帳尻合わせてやってくれるというか、調子ね上げてくれるって僕思ってるんで、そういったところで今年のねサードコンバートしました。で守備もね無難にというかしっかりこなしてますし、そういったところでなんか噂ではファースト転向するんちゃうかとかいう噂もあるんだけども、僕はねやっぱり、シーズン当初から言われてたサードでね、もう一回やってほしいと思うし、まあいろいろ兼ね合いはあると思うんだけど、やっぱりそこにはね、もう一回こだわってね、やってもらいたいなっていうふうに思ってます。で二人目はですね、先ほど名前出ましたけども門脇選手ね、やはり先ほど言ったようにレギュラーを言われててね、伊豆口選手にね取られてるようじゃダメですよ、正直言うと。でまあ最近まあスタメンでちょっと出たりとか途中から出たりとか、しながらね結構途中から結構いい活躍をしてると思います。やっぱりそれぐらい必死だと思うし、今伊豆口選手がね評価されてるけども、やっぱりレギュラーは俺なんだよっていうところは絶対ね心のどこかで持ってると思うから、そこはねこれからの奮起は期待していきたいと思います。で成績見ていきたいんですけど、2割1分4厘これじゃきついよね。で7打点0ホームラン OPS529 得点圏2割3分5厘で9個エラーしてますと、これじゃ使えないよね正直言うけど、うん、
誰が言ってんねんって話なんですけど、でもやっぱりレギュラーっていう風に言われてる選手なんだったら、いくら状態悪くてもね、これはちょっとやりすぎやなっていう感じはある。で、やはり水口選手もね、打撃がめちゃくちゃいいかって言われたらそうでもないし、で守備はねしっかり、まあ、ある程度安定してるっていうところあるんだけど、守備だったらね門脇選手も負けてないというか、ポテンシャルは絶対門脇選手の方が上だと思うので、そういったところで、まあ、正直どこだけ打てるかみたいなところはあるんで、そこはね最近途中から出てて、ツーベース打ったりとかいろいろやって頑張ってるんで、そういったところはこれからのね奮起に期待していきたいなって思ってます。で、ピッチャー3名ピックアップしてきました。まず1人目ね、メンデス。何やってんの2軍で、マジで何してんのって、ほんまに1試合しか1軍で投げてないんですよ。中日戦かな、フォアボールで出して出したランナー全部返したみたいな、なんか非常に内容悪いピッチングして、で2軍下がって、いつまで2軍いんのマジで、何してんのオタクみたいな感じなんですけど、成績見るとね 9.00 0勝1敗ウィップ 2.00 1試合しか投げてないっていう、何をしてんのって。でグリフィンもあんま良くなかったけども、やっぱ帰ってきてからめちゃくちゃいいやんか。だからメンデスもやっぱりほんまにしっかりやらないと、うん、先発もね、まあ、井上春人とかね、こう今入ってきて穴を埋めてくれてるけども、やはり外国人ピッチャーで、まあ、昨年ある程度やって、まあ、途中からやけどある程度やって、途中じゃないわ、怪我とかあったけども、体調不良かあったけど、まあ、ある程度投げてなんか見込めるなっていうところもあったし、そういったところで期待されてる2年目なのにこれじゃちょっときついよなっていうところはありますから、そこは しっかり奮起していってもらいたいなっていうふうに思ってます。で、あと2人はですね、大勢投手と中川投手ね、やっぱりこれからね、怪我から戻ってきたんで、活躍してくれるとは思うんだけども、やっぱり離脱は一番ダメ、間違いなく。で特に、勝利のね方程式に選ばれてるようなピッチャーなんだから、やっぱり離脱したらダメだと思うんだよ。調子悪いのもねもちろん良くないけども、やっぱり離脱してやっぱりその人がいないっていうのが一番ダメだと思うので、だから大勢投手も帰ってきて、昨日もね点差あったけども9回投げてましたし、中川投手もねちょっとこの間初めて投げた時に1点取られたんかな、先頭バッターにフォアボール出して点取られたっていうのもありますから、まあ、大勢投手の場合はなんか結構出力もあって、戻ってきてるなっていう感じはあるんだけど、中川投手に関してはちょっとどうなのってところはあるので、まだあんまり投げてないというのもあるし、そこで、ちょっとね大勢投手はあとは怪我、もう絶対再発はしたらもうほんまにみんなしらけるからやめてもらいたいなっていうのもあるし、中川投手もまあやはりね、どうなのってほんまにちゃんと治ったのかなっていうところは、まあちゃんと治ってるとは思うんだけど、やはり圧倒的なねピッチングをこれからね見せていってもらいたいなっていうふうに思います。で成績まあさらっと見ていくと、まあ大勢 1.42 0勝1敗、ウィップ 1.03、14試合、中川さんに関しては、防御率 8.59、0勝2敗、ウィップが 1.77、10試合というところで、まあ、これからねどんどん数字を下げていってくれると思うんだけど、やはりこの大勢中川っていうのがいるといないのでは全然違うし、やはり層の厚さもね全然変わってくるので、やはりねその2人がいない間にたくさんね救援陣頑張ってくれたっていうのはありますから、そこのにおんぶに抱っこしてもらってたらダメだと思うので、その2人にねこれからねシーズン最後まで本当に駆け抜けていってほしいなっていうふうに思ってます。はい、そんな感じでね今日は、ちょっとまあ期待外れというか、現状まあ期待通りに期待に応えられてない選手5名をね、話していきました。ちょっと気持ちのいい企画ではなかったかもしれないですけども、やはりねまあそのこの選手たちには奮起してもらいたいというか、頑張ってもらいたいという気持ちも込めて今日撮らせてもらってます。ぜひね皆さん、意見いろいろあると思いますから、この選手が期待外れやとか、もうちょいこの選手はこうなってくれた方がいいとか、なんかいろいろね意見あると思うんで、ぜひねコメント欄で、シェアしてください。てな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。